ないか。この辺はこの辺やけどね。この峰がちょっと怪しいか。行かれへんがね。この奥か。目的地は左側です。お疲れ様でした。失礼します。こんな奥かやね。あれへん。あれへん、あれへん。ありまへんわ。あの山じゃないな。なんかこの辺ね、なんか雰囲気あんねんけどね。まあいつもこっちゃうかな、谷脇古墳さん。これであかんねやろ。失礼します。あら、行きまへんか。この道上がる道なんかあるね。なんか違うだけどな。ゼロメーターゼロメーターでずっと言っとるんやけど、ダメだね。このナビでは。あれなんかあるぞ、そこに。ちゃうかね。ここは、まだわからんわ。はいはい。あんなところでゼロメーター言われたらね。谷脇古墳、ありました。大きくやね。明かり持ってきてもらうかね。明かりは。高っ。2メートル以上あるね。ああ、せっかく残ってんね。ほら、これは面白い組み方してんね。面白いこれ、ね、大きい。こんな広い、奥行きがないのは珍しいね。うん、すごいすごい。一番高いで2メートル以上の。はい、ありがとうございました。これはすごいわ。大変や、このうろうろしてね。1、2、3、4、5段。5段ぐらいか。左よく大きな石作ってくれてるけどね。左側の方が広いねんな。ああ、すごく、すごかったわ。はいはい、これ来て、いい、なかなかいいの見せてもらった。ありがとうございました。谷脇古墳でございました。これは来るの大変やったわ。これはね、ちょっとわからんわ。これは全然、
全然わかりませんか、こんなで。何メートルあるで。同じように東西18メートル、南北15メートル、高さ1メートル。なんかおかしいね。あ、ちょっと楕円形になったということかね。はい、ありがとうございました。やっぱり噛んできた方がいいわ。今日ももう2軒3軒回っとんだけど、全然赤がこのナビは反対側が刺すからね。はいはい、ありがとうございました。三脈幸運でございました。いやー、これはね、これはわからんわ。さっきの赤を刺すんやからね。まあ、しゃあないか。あ、これ一番近いか、道からね。はい、ありがとうございました。谷脈古墳でございました。